多分これは必要やったと思うんですけど、どうやったっけ、ティラノ多分必要ですよね。今そのあれを、おー、なんやこれ、怖、すんごい怖いやつついたんやけど、台座に必要なアイテムを集めてます。ティラノって多分必要やったと思うんですけどね、メモったんやけどちょっと見てなくて、今日はすいません。だと思うんですけどね、多分ね。ティラノ、なんかティラノっていう名前やったっけな。さっきね、ショコラ姫に負けてます。ティラノ、ティラノいたかな。ちょっと見ていきますね。手持ちの呼び。1個ずつこうやって開かなあかんのか。キュレムっていうのもよういるやな、これティラノっぽいのっている、恐竜っぽいやつ、これか、わかんねえ、いねえな、まあいいや、ちょっと多分いたと思うんで置いときましょう。でショップ行きましょうか。オメガリドリ、あ、いったな、何もいらんな、何もいらんな、あかん、何もいらね。確かでもさ、1個前のコメントいただいてたやつで、ショップにもなんかいるみたいなこと、あ、商店か、あー、これはここでしか買えないっていうと聞いたんでした。じゃ買っときましょう。天気メガドの星いらないっすね。まあ、でも安いから買っとこっか、持ってないなら。あ、でも金をあんまないな。これ乾燥した人がいるって聞いたんですけど、しかも何これ、あ、持ってるやん。いらないっすね、なんか違う、あ、あんまりまたない動画やな、これ。うん、ないな。じゃあ普通にもう一回スピリットボード行ってこうかな。ショコラ姫こんかな、もう一回、難しかったんですけど、ショコラ姫ここにこんかな。あと他のも13秒なんで一回待って、いなかったらやめようかな。豪気の音楽いいよね、これ竜の最後の音楽やったっけ、それともベガ、ベガかもしれん、ベガやな多分、うん、ベガやな、タイ、あー、いないね、欲しいやつ、欲しいやつ、マジか、いないんか。ちなみにクリアしてないやつもいるかどうか一回見てみます。見てみますと、ペケがついてるやつは絶対クリアはしてるってことなんですけど、ペケがついてないのでも使ったやつはこうなってるんですけど、クリアは全部してる。意味ねえ動画、すいませんでした。はあ、むずいね、コンプリートするの。